まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの決勝戦の振り返りお願いいたします。はい、勢いのある日大高校ということで、厳しいゲームになることは予想をしていたんですけれども、思った以上に日大さんが奮闘してくれてですね、すごく苦しいゲームになりました。まあ、でも最後ゼロで抑えながら、しっかり守りきって勝てたというところで、また自信につながっていくんじゃないかと思います。本当、選手、保護者、指導者たちに感謝しかないです。ありがとうございました。ありがとうございます。次は沖縄県で行われる九州大会で、意気込みの方をお願いいたします。はい、新チームになっての出だしというところで、本当一つでも多く、